県指定重要文化財旧アメリカンボード宣教師館、昭和53年10月13日指定、前橋市小屋原町1120番の5、教愛学園。この建物はキリスト教の伝道団体であるアメリカンボード米国伝道会社の宣教師の住宅として、明治25年1892年岩上町に建築された。当初は東西2棟の建物があったが、現在残っているのは東館で、現存する県内唯一の洋風住宅建造物である。建物はレンガを基礎にした木造2階建てで、屋根は瓦葺き、またレンガで作られた2本の煙突が見られる。まあ、小屋組には特色である頬杖、トラスを用いている。内壁は柱の見えない大壁作り、外壁は板張りで、かつて朱色に塗られていた。窓は椅子での生活に適した上下開閉式で、間取りは廊下の両側に暖炉のある部屋が並ぶ中廊下式となっている。平成10年度から12年度にかけて、岩上町から小屋原町の教愛学園地内への解体移転工事を行った。ああ、もう今からね、まあ、20年くらい、まあ、前にね、岩上町からこちらに越してきたんですね。アメリカンボード宣教師館。まあ、どこにあるんでしょうかね。はい、こちらのインフォメーションはね、まあ、教愛学園のね、まあ、校内の見取り図です。まあ、現在地はここです。そしてね、旧アメリカンボード宣教師館というのは10番なんですけど、10番はね、まあ、ここです。いけるんですかね。こう行って、ここ入って、まあ見えるのかな。どうしましょうかね。まあそちら方向ですよね、きっとね。これですね。見えます見えます。ここは入って大丈夫かな。でも外からだね。いっぱいだね。こちらがね、まあ、県の指定重要文化財、まあ、旧アメリカンボード宣教師館です。もう18年くらい前にね、岩上町の方から、まあ、移築してきたそうです。あ、確かにね、基礎の部分がレンガになってますね。ちゃんと、まあその通りに作ったんだね。まあ北側なんでね、まあ入ろうと思えば入れるけど、まあよしましょうね。まあその煙突がね、まあかなんていうか、まあシンボル的な、まあ暖炉のね、まあ煙突なんでしょうね。はい、こちらがアメリカンボード宣教師館でした。ご視聴ありがとうございました。